元祖天才バカボンは赤塚藤二雄の漫画天才バカボンを原作とするテレビアニメである天才バカボンのアニメ化作品としては2作目となる東京ムービー人社制作1975年10月6日から1977年9月26日まで毎週月曜19時19時30分に放送全103回前作天才 バカボンと同じ東京ムービーの制作だが、制作、放送局は、読売テレビからキー局の日本テレビに変更。前作での改編問題もあり、本作品こそ原作に沿った内容であるとの意味合いで、元祖とめ打たれた。プロデューサーだった、楠す三吉郎によると、赤塚は、当初、一作目は、 自分の作品と全く違うものにされてしまったとして、東京ムービーでの再アニメ化に反対したという。また、元祖というタイトルは、薄い峠にある、元祖釜飯本店という看板を見た、くすべの妻が、元祖って面白い言葉よねと評した言葉をきっかけに、考案したと述べている。本作以降、天才、バカボンのテレビアニメは、すべて、天才、 バカボンというタイトルを使用しており、タイトルフレーズが各作品を識別する目印となっている。放送期間は2年と、歴代バカボンのテレビシリーズでは最長となる。本作品では、原作者の意向に沿ったアナーキーな演出が徹底され、純粋にナンセンスギャグのみを追求した作品となっており、原作の持つ世界観やエッセンスを、 テレビアニメの制約の中で十二分に再現したことで評価も高く本作以降の作品もこのスタイルが継承されている。また前作でまだ未登場だったうなぎ犬が本作で初登場している。ただし一作目同様原作で描かれている暴力的表現や残酷な描写などはアニメ化に際して大幅に書き換えられている。また原作では理由不明だった話に 独自の理由づけをするなどの改変を入れることもあり、例えば、バカボンのパパ以外の登場人物が、キャキャキャとしか言えなくなり、パパは1日遅れて、キャキャキャとしか言えなくなった第81話は、有効的な宇宙人が、地球調査のために特殊細菌を巻いて、キャキャキャのみえるようになったとの理由づけがされており、また、パパとバカボンが、ロケットで豚干しへ行った第86話は、原作では、 唐突にロケットに乗っているのに対し、アニメでは初めが作ったロケットに乗って出発したことになっている。この他、ロッキード事件や山口も萌えなど放送当時の流行ネタも登場した。この他、第106話からは、ショートギャグでこにゃにゃちはシリーズが不定期に6本放送。これは、当時、週刊少年マガジンに連載したバカボンのショートギャグ作品から3本を選んで、 アニメ化したもので、特に三本縦て目は必ず、泥棒ものを放送していた。主要キャストは、名の中イサムから気持つき兼ねたに変更した本館さん以外は、第一作を踏襲したが、天才、バカボンのアニメシリーズで、主要キャストが継続された例は、本作のみであり、以降の作品は、赤塚から指示があったまま役の増山栄子を除き、作品ごとに、 主要キャストは大きく異なっている。キャストの中はよく雨の森のフォルクスワーゲンで、増山の別荘に行ったり、赤塚がオカマバーに連れて行ったこともあるという。制作は前番組、ガンバの冒険のスタッフが引き続き手掛け、演出や画風に、その影響が顕著に現れている。背景画は、ガンバの画風をデフォルメする方向で作られた。一部のスタッフは、 アニメ第一作にも関わっており、渡辺武雄作曲の劇中音楽は、第一作と共通のものが多く使われている。メイン作画監督は79回までが、第一作と同じ柴山つとむで、80回から北原武雄に交代している。業界用語で、ガンバの冒険、ド根性ガイルや本作に特徴的な作画を、エープロ調という。課長は大きく前期。 後期に分けられ、芝山の担当した前期は原作を尊重しながらも、ガンバの冒険を踏襲するラフな線が特徴だった。80回からメイン作館が北原に交代した際に、キャラクター設定が改変され、原作よりも丸く太めなプロポーションに変更されている。これ以降、最終話までこの後期キャラクターで描かれている。 指の数は4本と5本のシーンが混在している。1作目で目玉が繋がっていないキャラクターデザインであった本館さんは、本作では原作に沿った繋がり目玉、花の穴は四角で一個に改められ、原作通り日本で一番縦断使用量の多いおまわりさんとなった。ただし、赤塚のジップが警察官であったことを考慮し、楠す三吉郎はスタッフに大事なのは、 目玉のおまわりさんだと注意し、決して人に向かって打たなかったとしている。逆に、パパの後輩や友人など、原作でも一回しか登場しなかったキャラクターについてはデザインが大幅に変更されている例もある。第一回 A パート冒頭のプロローグでは、バカボン一家が勢揃いすると、元祖天才、バカボンの始まりなのだ。よいしょ。のセリフと共に、全番組、ガンバの冒険で、 ガンバたちが元着付けをする時のよいしょポーズをとって番組が始まった。この他、作中ではテレビ画面にガンバの冒険のキャラがお遊び的に一瞬登場したり、54話で学者に告示したキャラが登場したりしている。元祖天才バカボンの後番組にはルパン三世が続いたが、最終回終了後の新番組予告ではルパン三世が ナレーション冒頭に、パパシャーン、ご苦労様でしたなのだ、と色のコメントを入れている。同作品は、キャストやスタッフの多数が、元祖からスライドして参加しており、第73話、花も嵐も泥棒レースでは、ゴールが破壊されるシーンで逃げ惑う、群衆の中に、バカボンのパパが描かれている。また劇場版、第1作、ルパン三世、ルパン VS 複製人間には、 赤塚不二雄が、南春を、梶原一揆と共に声優として、特別出演している。全作品とも原則としては一回でには放送。前作がほとんど原作をアニメ化しなかったこともあり放送開始時点で、マガジン、サンデー、親父合わせて5年分のストックがあったものの、バカボン一家が、不在の話やショッキングな話も少なくなかったため、すべてが、 アニメ化されたわけではないにもかかわらず、アニメオリジナルエピソードもいくつか作られた。また、後期では連載中の月刊少年マガジンの作品からアニメ化したものもあった。全103回、204話。旧止は1977年1月3日のみ。1979年1月30日再放送の第92話では最高視聴率である25.7%を、 記録した。1987年から1988年頃にかけてのテレビ東京による再放送では最高視聴率が19.8%に上り新シリーズが制作されるきっかけにもなった。多くのエピソードでは最後にバカボンパパがこれでいいのだ。これでいいのか。などと何か言って終わる。スポットや自習予告でのパパの決め台詞は一作目の 見ない奴は死刑なのだ。から、それじゃまた会おう。見ないと逮捕なのだ。に変更されている。放送系列は当時のもの、東方チャンピオン祭り内のプログラムとして上映されている。以前はパイオニア LDC から前期作画監督であった柴山勤とき下ろしのジャケットイラスト及びハイビジョンディマスターを売りにした DVD ボックスが発売されていた。 廉価版はハピネットピクチャーズより発売。芝山が放送時に起こした設定がをトレスして再色したものをジャケットやパッケージに使用している。HD リマスター版はキングレコードより発売。最新 HD マスタリングを売りにしており、全館とも本放送中に赤塚藤岡書き下ろしたイラストをパッケージ用に転用している。作画監督。 芝山つとむ番の前期 OP を紛失しており、後期 OP に統一している。ありがとうございます。